スクールバスの運転手で70代男性の感染が確認された北海道愛別町では男性が運転していたバスの消毒を行いましたまた男性が送迎していた幼稚園や小中学校でもきょうは休校にして消毒を行いました福島県郡山市では市内のほぼすべての公立中学校で4月までに予定されている修学旅行を延期することを決めました また、校外での体験学習なども4月までは中止します。福岡県では、明日予定していた九州地区高校野球福岡大会の抽選会について、関係者を出席させず、福岡県高野連の理事長らが代理で行うことを決めました。代理抽選は初めてだということです。